韓国プロ野球富山ベアーズは2日、前日肺炎の症状が出ていた選手は新型コロナウイルスの検査結果、陰性と判明したと明らかにした。富山は1日、選手1人が3月31日の練習後、脇腹の痛みを訴え病院で無理クト検査を受けたところ、肺炎の発見が確認された。発熱や咳 アタンの症状はないが、選別診療所で検査を実施したと伝えていた。富山は警母新型コロナウイルス対応マニュアルに従い、1日、練習を急遽中止した。検査の結果が出ていないため、2日午前の練習も実施しないことにした。3日、チャムシル球場の設備工事で休息を予定していた中、 4日から練習を再開する。